ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は来年2025年にキャノンが新しい APS-C のカメラを発売するという噂がありますので、 APS-C のレンズのラインナップにつきまして、解説していきたいと思います。まあ、気になるのは APS-C のどのカメラの新型モデルなのか、あるいは全く新しいモデルが出るのか、カメラ本体の方が気になるかとは思いますが、そちらはまだ具体的な情報出ていませんので、今回はレンズの方にフォーカスして話していきたいと思います。まず APS-C の現在のレンズのラインナップはこちらです。キャノンはソニー、それからニコンなどと同じくフルサイズも APS-C のセンサーを搭載したモデルも同じマウントを採用しています。ですので、どのレンズでも取り付けられる、フルサイズ用のレンズも取り付けられるところはありますが、APS-C 用のレンズとして絞ると、現在の純正のレンズはこちらの合計4つのラインナップとなります。当初から発売されています、18-45mm、それから 18-150mm のズームレンズ。さらにその後登場しました 55mm、210mm の望遠ズームレンズ、そして 10mm、18mm の広角ズームレンズ、この4つのラインナップが現行のキャノン純正のレンズラインナップとなっています。ですので、現行のレンズで言うならば、来年キャノンが新型の APS-C 機を発売しましたら、この中から選んで取り付けて使うということになります。まだまだこの APS-C 用のレンズのラインナップ、 RFS レンズといいますが、ラインナップは少なく、まだ4つだけとなっています。ですので、例えば本格的な作品、要は背景がボケたような写真をたくさん撮りたいという方の場合は、明るい単焦点レンズが APS-C 用のラインナップとしてはないので、そこがちょっと残念なところではあります。どうしても純正で明るいレンズが欲しい場合というのは、サイズはやや大きくなりますが、こちらフルサイズ用の RF レンズ、こちらの中から選ぶということになります。例えば明るめのレンズで言いますと 24mmF1.8 とか、もっと明るいレンズがいいというならば 50mmF1.2、 こういったレンズがあります。ただしこのクラスになってきますと、価格は32万円ということで、もはや APS-C 用のカメラに取り付けるのはもったいないレンズとなっています。ですので、現状、APS-C らしいレンズ、そういった軽くて、コンパクトなレンズが使えたければ、純正品でいうと、先ほどご紹介した RFS というレンズから選択する必要がありそうです。ただし、今年になってこの辺の流れも変わってきており、実はサードパーティーからもレンズが発売、あるいは今後発売予定となっています。せっかくですので、サードパーティーでキャノンの APS-C のレンズとしてどうものがあるのか、そちらもラインナップの方をご紹介したいと思います。まずは手頃な価格のレンズを多く販売していますタムロンからこちらの広角ズームレンズが発売予定となります。ポイントとしましては、キャノン純正品にも広角ズームレンズありましたが、それはこちら 10mm、18mm でF4.5 から 6.3 ということで、結構暗めのレンズとなっていました。もちろんその点、とてもコンパクトで軽量という魅力があるものの、とにかく暗すぎるというところが欠点ではありました。一方のタムロンが今後発売するモデルは 11-20mm で F2.8 透視のレンズとなります。もうすでに先行して E マウントなど他のマウント用にも発売されている、とても便利な広角ズームレンズとなっています。このレンズが今後発売予定となります。4月の時点では開発を発表したところで、まだ発売はされていませんが、
予定としましては2024年内の発売を予定していますので、もう間もなくの発売となります。これが発売になりますと、今後キヤノンの APS 機で広角撮影をする方などはとても撮影の幅が広くなるといえます。さらに忘れてはいけないのが、レンズといえばやはりシグマ。画質、価格のバランスがとても優れたモデルを多く販売しているブランドですが、シグマからもキヤノンの RF マウント用のレンズが発売されます。すべて APS-C 用のレンズとなっていて、もうすでに発売がスタートしたものもあります。シグマから発売、それから発売予定となっているレンズはこちら、合計6つのレンズが発売、そして発売予定となっています。すでに発売されているモデルからご紹介しますと、こちら、こちらは標準ズームレンズとなります。 18mm50mmF2.8 のレンズとなります。もうこれも他のマウントでもおなじみの人気のレンズ、 F2.8 投資の人気のレンズとなっています。こちらはもうすでに発売中のモデルとなります。とにかく使いやすく、そして F2.8 投資でありながらコンパクトなのが特徴です。さらにその後発売予定なのが、こちらは秋以降の発売となっていますが、 10mm18mm の F2.8 投資の広角ズームレンズ、タムロンのレンズとやや仕様が近い F2.8 投資のレンズですが、こちらはスタートが 10mm からということで、タムロンの 11mm よりもより広く撮影でき、一方で、標準域の方は 18mm、テレタの方は 18mm までということで、タムロンの 20mm よりは少しいい性能が下がります。こちらが秋以降の発売予定となります。さらにはこれも他のマウントでもおなじみのレンズですが、単焦点レンズも今後シグマから発売されます。 16mmF1.4、 23mmF1.4、30mmF1.4 に 50mmF1.4、 この4つの単焦点レンズがシグマから発売予定となります。ですのでこれが発売されましたら、キヤノンの RFS レンズとしては初の単焦点レンズとなります。 F1.4 と明るい上、そして APS-C 用ですのでコンパクトなのが特徴のこの4つのレンズ、特に今後キヤノンの APS-C のカメラを買われる方にとっては注目度の高いレンズかと思います。ということで、キヤノン純正のレンズで言いますと、現在発売されているモデルというのはこの4つのどれも暗いズームレンズしかなかったわけなんですが、サードパーティーまで含めてみますと、タムロンから F2.8 投資の広角ズームレンズ、さらにはシグマからは広角ズームレンズに加え使いやすい標準ズームレンズがあったり、あとは何といっても明るい F1.4 の単焦点レンズが今後発売予定ということで、サードパーティーまで見ますと割とラインナップ豊富に揃ってきたという感じです。ですので2025年新しい APS-C、 キヤノンから発売される予定ですが、その新しい APS-C 機買われる方はこの辺のサードパーティーのレンズも同時に買われるといいのではないかと思います。で、肝心のキヤノン純正のレンズはといいますと、先ほどからご紹介しているように、現在4つの暗めのズームレンズしかないですが、実は今後明るいレンズ、明るいズームレンズの発売を予定しているという話が出てきました。現在噂されている内容としましては、 APS-C 用で F2.8 投資のズームレンズであるということが噂されています。ただどの焦点距離の F2.8 投資のズームレンズなのかというところがまだ分かっていません。望遠寄りの F2.8 というのは現在ラインナップに、サードパーティーも含めてラインナップにありませんので、そういったズームレンズを出してくる可能性もありますし、シグマの 18-50mm のような感じでより使いやすい焦点距離、
よく使う焦点距離での F2.8 投資のレンズを出してくるとも考えられますし、まだこの辺は何とも言えないところです。いずれにしろキャノンの新型の APS-C のカメラが登場するのが2025年と言われていますので、このレンズも2025年以降の発売になるのではというのが現在の有力な説となっています。ですので、まあ、今すぐ何かキャノンの新しいというか現行の APS-C のカメラが欲しいという方、例えばこちらエントリー寄りの EOS R50 とか R10、 あるいはもっとハイスペックな R7、 こういったカメラを購入しようと思っている方は、現行モデルで言いますと暗めのズームレンズ、キャノン純正の暗めのズームレンズから選ぶか、こちらシグマから発売されている 18-50mm のレンズを購入するか、この辺のレンズから選択するといいようにも言います。実は大半のサードパーティーのレンズは秋以降の発売となりますので、まだ選択肢が少ないのが現状です。ですので、まあ、どうしても今すぐキャノンの APS-C のカメラが欲しいという方以外は、来年もっと魅力的なカメラが登場しますし、純正品で F2.8 投資の明るいレンズも出るようですので、急ぎでない方はとりあえず2025年まで待っておくというのもいいかと思います。またこの辺のキャノンの新製品の最新情報につきましては、フルサイズ用のカメラとかレンズなども含め、何か新しい情報があり次第こちらのチャンネルの方で発信していきますので、その辺気になる方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。